山口松蔵さん当時37歳。爆心地から 0.8km の八丁堀で被爆しました。山口さんは当時米の配給など食料を管理する食料営団に勤めていました。職場で電話をしている時に被爆しました。宝町にある自宅へ帰ろうとしましたが、気がついてみると首にガラスが突き刺さり、激しい出血で歩くことができませんでした。山口さんは被爆直後、体に赤い斑点が出たり髪の毛が抜けるなど急性放射線障害に苦しみました。8時に、修行で8時から訓示がちょっと、ちょっと今日の予定とかなんとかいうことをこう、偉い人が話されるわけですね。それはごくわずかだったと思うんです。5分かそこらでしたね。それから今度彼の方へ戻って、自分の席に戻りましてね、で、大体ちょっとした打ち合わせで、私は受話器をこう置いて、手をこう引き寄ったと思うんですかね。その時に、バーッとこう光ったんですね。で、後からみんながピカドン、ピカドンとか言ってから言い寄りますが、私はどういうのは知らんのですよ。ピカッと光って、あっと思った時には、もう建物が、その光いうのは何て言いますか、写真を写す時のマグネシウムかなんか、ああいうのこう青白いっていうかなんか、ダーッと光りましてね、それでひょっとこびた時にはもう家がこう斜めに、私は東向いとったわけですから、後ろが西になるんですが、こうなっておりましてね、倒れたりゃってから、その時に何て言うか、ギャー言うたか、いや言うたか分からんんですけど、なんかあっちから言うたんですよね、と。そしてと思ったら、もうそのざっとこう頭を打たれましてね、下敷きになったんですね。それで気を失ったわけですよ。それでどれぐらい気を失ったか知りませんけどもね、お母さんの女の子の声がするんですね。それでなんかそれに起こされたような方だから、近くでおったらしいんですが、このひょっとこう目が覚ましてね、あれと思って、どうしたのかな思って、光ってどうやったな、家が倒れたなって、これ見たら真っ黒でね、下敷きになっとるんで、それから声ここ今傷がありますが、声ガラスが入ったんですね。で、声これが軽動脈で、これをやっとったらもう一頃ですけども、ちょうどここですからね、乾いというかちょっとで助かったわけですけど、それで、この女の子に、あんた行かれるかやったら行かれるけ、足も行かれるけ、出るけ、ついてきなさいってから、それで上へ上がりまして、そしたら、よく血が出るんですよ。ここね、包帯なんかももう全部飛んでしまうとるからないしね、幸いにこう、日本テレビをこう走っとったんですよ。それを出してからやったんですけど、こうやったんじゃ、傷の方が上になるし、こうやっても、後ろになる子どうもならんのからね。で、こうやっとったんですけど、あと血が出ますしね。で、これ困ったの。それとそれから、ずっと出る間血が出たもんだから、貧血になってね、上上がったら、こうなんかこう、動くようなんですね。で、その女の子が、逃げましょうよって言うとき、逃げましょうよって、今はちょっとこういう、目が回るような貧血になっとるけ、怪我でから、血が出てからいけんから、あんたも先に逃げてくれと。ところがこう煙が、この火がこう上がりだしたからね、これはもう危ないなと思って、風が強いんですよ、すごくね。でこっち吹き寄るから、これいけん思うて、もうそれからやめて、電車道に出て、それからずっとこう曲がって終点の方へこう行って、まあ溶け橋に逃げよう思ったんですね。で、とか溶け橋のこっちの商店街も無論焼き寄りますから、無論行かれんので、しょうがないから、その剪定の裏の方へ逃げていきまして、そしたらもうそこももう、ちょっと空き地がありまして、だんだんもうその上の方も
みんなもう人がいっぱいでね、僕もそれもほとんどもう怪我しておりましたね。だからなんかこう腹の方でタオルみたいなの突っ込んだりしてる、いろんなのがおりましたがね、これは大変だなぁ思う。 で私はもうそこでちょっと一安心しまして、目が眩しいですけども、とにかくそこへじっとこっちで休まないけん思うて休んだったんです。そしたらまあ後でその方がええかったんかなと思うんですが、吐き気が出ましてね、もう朝食べた雑炊なんかは全部吐いてしまうし、もうしまいにも吐くもないのにやっぱりこう吐き気がするんですね。それで ないんで、ってこれはこうなんて言いますかね、こうえずくいうかあれをしまして、言ったらしまいにはもう出すもんがないんで、なんか胃液いうかなんか知らんけど、黄色いようなものがねえばいのがねだらーっと出るんですよ。それが風が強いからヘリおる人にかかるんで、かけちゃいけん思うって思うんじゃけども、はあ、どうにもならんのですね、もうエロうてね。そしたらあの竹橋のネットに工業試験場いうのがあったの、その試験場がもうだーっと燃え出しとるし、こっちがどんどん来よるから、これいけんはこう言ってもいけんかな思うて、まあみんな向こうへ渡る、泳いで渡る人がおるんですね。でそれはもう途中で見よってもね、溺れて流れてしまうので溺りましたね。だから助けるもんもろんおらんしね、もう向こうへ行く、泳ぎ切って行く人もおりましたがね、何人かおったけど、これはさとてもこれ向こう行かれんな思うて、どうしようかな思うて、火はだんだん来だす。だから上へね、トタンなんかがパーッと燃えてくるから、板切れなんかこう風が強いから舞うんです。だから用心、よう気をつけると上から落ちてくるからね。でこれずっと追ってもこれいけんわ思うて、時計橋の下をくぐって、それから今の山陽線の下を、あの2つ鉄橋がありますから、それをくぐって向こうへ行きまして、でちょうどもう腹はもう何時頃か知りませんけど、3時か2時か3時か知りませんが、バーッとかなり強い雨が降って、それでああよかったな思ってから、暑いはあるしてからちょうどよかったから、わーってくちゃきてね、雨をこう、あと聞いたら黒い雨じゃなんで言うて、黒い雨かなんか、それはもう全然見とらんけど、くちゃけてだいぶ飲みましてね。それからまあ私は友達の家へまあ行ったわけなんですよ。そしてその明くる日の明くる日だけ、そこへあの私の家内がだってそこへ行こういうことで言うてありましたからね、家内も下敷きになったんですよ。下敷きになって、それは家でなしたんですけども、あれも幸いに、まあ、あの怪我もなかったですね。それからあの9月のね3日に広島からまた帰ったんですよ。原爆症が出ましてね、それでこう体に斑点がね出だした。それでずっとあちこち斑点が出る、熱が出る、ご飯が食べられるようになるね、行けと過ごせないかいって、行けと過ごせ、でも家内はついてきたんだけど、あれもどうにもならんですよね、原爆を取るし。それだけ原爆を取るのはいけんのじゃいって、医者がとにかく誰か親類かなんかやってもらえって、ちょっとこれはいいよったら、あのエアバーに看護婦さんに一人その同じ村の人がおっちゃってね、それで足のあげましょうってね、くれちゃったんです。それで、それはまあその日は済んだんです。だから明るい日から何本打ったか思いませんが、15本前後は打ったと思いますが、毎日注射を、このなんか血管注射なんかじゃなくて、いろんな毛をね、血をね、輸血か、あれをずっとね、しまして。だからそれで師匠にいましたらね、だいぶ元気になりましてね、よう助かったなと思っておりますがね。